読売テレビの平田と申します。先ほど大阪市の方から夢島駅、まあ、万博に関してなんですけれども、夢島駅が来年1月19日に開業するという発表がありましたけれども、まずこちらの受け止め、まあ、結構、こういう車両の渋滞なんかの、部分ではかなり大きく前進するんじゃないかという話もありますけれども、そのあたりの受け止めいかがでしょうか。はい、来年の1月に夢島駅が現実に開業するということによって、これは例えば中で工事される方、作業される方にとって非常に夢島が行きやすくもなると思いますので、その工事車両の縮減であったり、あるいはそのこの夢島への行きやすさという意味では、来年の1月にですね、この夢島地下鉄夢島駅が開業するということは非常に大きな意味になると思います。とりわけ来年の1月、2月、3月あたりはですね、このパビリオンの内部の内装であったり、あるいはそういった展示の準備ということで、関係者が増えると思います。そういった意味からもやはりさまざまなこの関係者の移動手段として、来年の1月19日にですね、夢島駅が新しく開業するということは非常に大きなことだと思いますし、また楽しみにもしています。夢島新駅がどういうものになるのかっていうのは僕も非常に興味がありますし、これは万博の時はもちろんそうですけれども、夢島に新しい駅ができるということについて、僕は本当に大きく進んだなというふうにも思っています。夢島というのはなかなか前のオリンピック招致の時に夢島のトンネルを途中まで作って、それで止まっていた状態、トンネルの穴だけあったという状態の中でですね、もう少し行けば夢島まで通ずる、そしてレール等を引いて工事をするというのが、ある意味止まってたわけです。ある意味負の遺産になってたわけです。夢島のトンネルそのものは途中で完全に止まってましたから、それが今般来年の1月19日に完成し、夢島の新駅ができる、まだその夢島に電車で行けるということは非常に僕も楽しみにしてますし、万博の準備という意味でも非常に大きな一歩だと思います。1月15日だったんです。立てます。はい。